はい、この時間はお二人に聖なる世界に浸っていただきましょう。今私が来ているのは茨城県近代美術館です。元気よく始まっているんですが、この建物に入って展示室入りますと、少しずつ声のボリュームが落ちていって、なんか落ち着いて見なくてはいけないような、そんな気持ちにさせられる展示会が行われているんです。企画展聖なるものへひそやかな祝祭という企画展が行われています。今日はこちらの展示作品についてご紹介していきます。お話を伺いますのは茨城県近代美術館学芸員の永松幸さんです。永松さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。聖なるものへひそやかな祝祭というタイトルがついていますが、こちらの企画展はどういったテーマで作品を展示されているんでしょうか。はい、聖なるものへというと、皆さん大体宗教とか、宗教的なものを想像されると思うんですが、今の日本の人でなかなかこう宗教を持ってる人って少ないと思うんですね。じゃあそういった近代から現代の時代で私たちにとってその宗教ではないけれども、じゃあ聖なるものって何なんだろうっていうことを考えて、それをテーマに展覧会を構成しています。宗教ではないけど聖なるもの、自分が大切にしたいものとか、なんか特別な意識を持って見てしまうものっていうふうに捉えてもいいですか。そうですね、いろんな言い方ができると思うんですが、とても神秘的で手を触れがたいようなものだったり、すごく純粋で汚してはいけないって思うようなものだったり、かけがえのないもの、そういったものを集めて展示しています。はい、わかりました。この展示室いくつか分けられているんですけども、構成が4つ分けられて展示されているそうなんですが、まず1つ目、序章ということで、こちらはどういったものの展示になっているんでしょうか。はい、序章については、これまでその導入として、これまで、私たちが聖なるものと思ってきたものということで宗教に関係ある作品を展示しています。主に仏教ですとかキリスト教、仏像だったりマリア様、イエスキリストだったり、そういった画像というのを出しています。はい、今私たちはその作品がいろいろ書かれています冊子を見ているんですが、序章にはそうですね、マリア様の絵、それから日本の仏教に関する絵ということで、私たちが一般に身近に感じるような宗教的な絵が飾られていますよね。そうですね、誰が見ても聖なるものだよねという、お分かりいただきやすいものだと思うんですけれども、じゃあそこから入り口入りまして、まず第一章、こちら、移ろいの中の輝きっていうタイトルがあります。これはどういった展示になってますか。はい、まず第一章では、自然をテーマに考えていまして、私たちはその美しい自然を見た時に、綺麗だなっていうふうに感じると思うんですけれども、じゃあどういうところにその大切なもの、尊さを感じるかっていうと、こう移り変わっていく自然の中の一瞬の輝きに美を見出すっていうようなことがあると思うんですね。その一つとして、例えば今回小川雨仙の作品を展示していますけれども、雨仙の描いているカッパ、これはこう実在するかわからないような生き物だけれども、一瞬そこに見えたのかもしれないっていう輝きを持っているもの。そうですね、確かに実際にいるかどうかはわからないんですけど、でも実際に見たことがあるっていう人がいたからこそ、こうして受け継がれている伝説ですし。そうですね、雨仙にとってはすごく大切な存在で、精霊としてもその神聖な存在でもあったと思うんですけれども、そうした伝説となっているような生き物の他にも、身近なところでいうとどんなものがありますか。はい、例えばですね、柳田明さんという方が描いた水彩画、これは木の切り株を描いたような絵なんですけれども、こう綺麗な花の咲いている木とかではなくて、こう今にも死んでいきそうな瞬間っていうんですかね、だけれどもその亡くなってしまうからこそ尊いっていうような、そういう一瞬を描いたよ。はい、この作品は本当に大きな切り株を描いていて、もう何十年ぐらい、何百年、そこまで行くのか生きたのかというような大きな切り株で、木をもう切られているので命は絶たれているはずなんですけども、その切り株の
橋の方にもたくさんのそのこれまで一緒に生きてきた草木たちがこうついていて、もう枯れてしまっているんですけども、切り株と一緒にその枯れた草だったり枝だったりがいっぱいくっついているような、そんな作品ですよね。はい、そうですね、うん、はい、そういった終わりの瞬間を描いた作品になりますね。では次、第2章、次は痛みのありか、はい、というタイトルになりました。こちらはどういった作品ですか？はい、あのちょっとシリアスな、テーマでもあるんですけれども、まあ、人は生きていくときにその苦しみとか悲しみとか痛みのない人っていうのはいないと思うんですね、うん、だけれどもその苦しい痛みを持ってる瞬間こそこう救いを求めたり癒しを求めたりっていうことがあると思うので、そこにこう聖なるものへの向かう気持ちっていうのが現れてくるんじゃないかなということで、この章には、まあ、痛みのありかを書いた作品というのを展示しています。はい、確かに展示室に入りますと、あの色味も暗くて暗い色合いの作品が多くて、あ、ちょっとあの、まあ、重い感じもするかもしれない感じの部屋だなと思いますね、うん、代表的な作品としてはどれでしょうか？そうですね、今回あのお借りしている中で木下進さんという現代の、まあ、画家の方がいますけれども、その方の描いた鉛筆の作品で、例えば目の見えない、まあ、おばあさんである、御瀬さんというんですが、御瀬を描いた作品であったり、まあ、ハンセン病、元ハンセン病の患者であり詩人であったおじいさんを描いた作品であったりというのは、傷を持った人を描いているんだけれども、とても神聖な印象を持っていただけるかなと思います。はい、あの背景が真っ暗でその中に人がぼーっと写っているような写真のような絵なんですけども、あのおばあさんの作品ももうシワの一つ一つまで、それからくすみとかあの影の部分とか、あのそういった部分まで本当に細かく描かれている作品で、なんかパッと見ると目の前に誰か人がいるんじゃないかなと思うようなとてもリアルな作品ですね。では最後に行きましょうか。最後、第3章、ひそやかな対面、誰と対面するんでしょう。これどういったテーマになっていますか？はい、あの対面っていうのは向き合うということですけれども、例えば生物画だったり人間、まあ、ちょっと幻想的な人物を作っている作品っていうのが展示されています、うん、で私たちはその自分の分身のような存在である、うん、とても大切なものだったり、人物だったり、うん、そういうのを、まあ、描いたり見たりしている時に、何かこう分身のようなんだけれども自分じゃないもの、うん、まあ、自分を超えたものにつながる可能性があるんじゃないかなということで、うん、まあ、そういったちょっと幻想的な作品だったり、そうですね、生物画というのをテーマに展示をしています。はい、今パッと目につくのが木材で作られた彫刻でしょうか。あの人のような形をしているんですが、耳がすごく長くて、あのロバの耳のように長い、そして首がとても長いんですね。で、あの裸の絵なので胸とか、あとはお腹の方の筋肉のような筋の部分が入っていたりする、なんとも不思議で、ただなんか見ているとなんか落ち着きそうな、そんな作品なんですよね。そうですね、まあ、これは人でもなく、あの男でも女でもないという不思議な作品なので、ぜひ実物ご覧いただけるとインパクトあるかなと思います。はい、永松さんはこうしていろんな作品と関わってきて、ご自身この展示会を展示することができて、何かあの展示しながら変わったこととか意識が変化したことってありましたか？そうですね、まああの自分にとってとか、今をまあ共に生きているこの時代の人にとって聖なるものって何なんだろうっていうことを、まあ、とても考えさせられる機会になって、うん、あの宗教じゃないところにそれがあるとしたら、じゃあ自分にとって大切なものって何だろうっていうのを深く考えさせられる経験になりました。あ、なるほど、大切なもの、うん、私もなんか自分にとって大切なものなんだろうっていうふうに思ったんですが、そうだな、あの大切な人からもらったプレゼントとかはやっぱりずっと大切にしたいし、まあ、誰かから見ると何でもないものなんだけど、自分にとってはすごく特別なものだなって思うものは意外と身近にたくさんあるんだなというふうに思いました。そうですね、だから本当にあの、まあ、誰もにとって共通してある聖なるものっていうのはなかなか今は難しいと思うんですけれども、うん、それぞれの人にとってのまあ、とてもあの気持ちのこもったもの、うん、
でその聖なる何かに向かう気持ちっていうのを展覧会で、まあ、テーマにしたつもりなので、うん、その聖なるものへ向かうあの気持ちを皆さんにも感じていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。聖なるものではなく聖なるものへ、ずっとその先を見ている展示会ですね。ここまでお話伺いましたのは学芸員の中松幸さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではこちらの企画展のご案内です。聖なるものへひそやかな祝祭は茨城県近代美術館で行われています。会期は来年1月13日までです。開館時間は午前9時半から午後5時まで、休館日は毎週月曜日です。入館料は大人830円、高校生大学生が580円、小学生中学生が350円です。そして今月13日水曜日は県民の日となっていまして、入館料が無料となっています。さらに作家さん自身の言葉から作家さんの作品についてお話を伺える機会があります。アーティストトーク、今月17日日曜日、今月30日土曜日、そして来月7日土曜日です。参加される作家さんは木下進さん、そして船越克也さん、山本直明さんの3名です。ぜひこちらもお聞きになってください。この時間は茨城県近代美術館から聖なるものへひそやかな祝祭についてお伝えしました。